幻影本古今和歌集上長,長、唐草文雲もずり漁師原栄本古今和歌集上、上金銀の切り箔、のげ、砂後散らしの領主幻影本古今和歌集は、平安時代末期に書写された古今和歌集の古写本。彼女及び、全20巻を冠存する古今和歌集の写本としては、最古の遺品。綴り発想冊子本、上下2条。平安時代後期。 元英三年頃に書写され、金書道の絶頂期における代表的個室の一つ。伝承筆者は、源の年寄りだが、書風から藤原定座根を筆者とするのがほぼ、定説である。国宝、東京国立博物館像。元英本の名称の由来は、上官末尾に本文と同筆で、元英三年七月二十四日の奥書きがある、ことによる。伝来は、江戸時代初期に、 かがまえたで造され、中期には、同家の家臣の手に渡ったらしい。明治に入ると三井や十一夜の内室町家の所集に、返した。室町家当主、三井広大が昭和44年に死去した後、同人の意思に基づき、その翌年に、東京国立博物館に寄贈された。漁師は5枚を一重ねとして、二つ折りにし、糸で閉じる。 一面の寸法は21.115.5センチメートル。赤、緑、木、茶、紫などの色代わりの染め紙を漁師とし、表面は唐草、皮脂、尻尾などの文様をキララズリにした唐紙で、裏面は金銀の切り箔、のげ、つなごを散らす。現状の現英本の本紙は、上巻191枚382ページ分。 下百196枚392ページ分だが、伝来過程で関東巻末部分は破損結出したと見られ、本来は上下巻とも200枚の像だったと推定される。しかし、平安時代当時の原総形態をほぼ完全に止めており、漢本ゆえに全体像が明らかになる点で貴重である。巧妙な筆致と華麗な良質装飾とが表裏一体となって溶け合った。 国文学、書道式長な由品と言える。ありがとうございます。